どうも、アルナンシです。お久しぶりにね、我が家の水槽ネタいきましょう。最近ね、本当に遠征とかね、いろいろしたんでそっちに気合いしてたんですけども、我が家のね、魚の続きです。こちら、オレンジの紅龍が突然赤くなっちゃった。なんで大型魚アクアリウム、アロ78チャンネル、淡水。どうも、アロナンシです。グッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。というわけでね、こちら120センチの、ね、水槽で飼育しているコーリーですね、スーパーメタリカ。まあこのね、アロワナ、まあオレンジかな、よく言ってオレンジっていう感じですかね。まあ、撮影環境というか蛍光灯はね、まあ、上部、昔ながらの上部蛍光灯、フィッシュルクスと、あとそれからケルビン 12000K ですね、あとそれから日装の PG、 これね明るくてめっちゃいいんですよ。はい、まあ、そんな感じで、ライトをつけるとね、まあ、こんな感じでアロワナはオレンジに見えるみたいな、そんな感じです。まあ、これはね、前回のスーパーメタリカに出した動画なんですけども、まあ、ね、飼育約1年2、3ヶ月くらいですかねまあ人工知能乙姫をあげているとからのね、今回ついに話題のね、まあ、最新鋭の交流用ライトをね購入してみました。ヤフオクで出てて、さらにね、なんかクーポンみたいな使えるんですよね。まあそういうのもね合わせてちょっとお得に買った感じで、送料ぐらいはまあ無料になるんで、そんな感じでね、ヤフオクうまく使っていくという感じです。いや、ツイッター見てますとね、本当お金持ちの方というか、何でも買えちゃう人羨ましいなと思ってるんですけどね、自分は本当やっとの思いで購入できました。はい、これがね、まあ本当にまあ結構見るんじゃないでしょうかね、こういう細い感じで黒いこの枠だったりする感じでね、でアダプターがねついてきました。早速使ってみましょう。はい、いやもうびっくりした。普通に夕方ねちょっと使ってみたんですけども、うちの交流めっちゃ赤いやんってちょっとびっくりしましたね、本当に。あとね、まあまあそうですね、まあ、エラ、ほっぺたの辺なんですけども、もう本当にこれリンゴカラーって言っていいんじゃないですか、赤って言って。あとはそうですね、鱗の輪郭のところが、まあ、発色始まってたんで、そこもね、まあ、こうやって照らされて赤く見えると。あとは鱗の内側もなんかね、いい感じに、まあいい感じに、まあどうなんだろうな、やっぱ一番は最近ね、自分の影響だと、自分の中でのね影響されてる感じだと、白て紅白な感じがなってくれたらいいなと思うんですけど、まあこれはね、まあなんでしょう、まあ、メタリック感もねちょっとありつつの、まあそうですね、まあ、これからどうなっていくんだろうっていう感じなんじゃないかなと思います。まあこっから発色が広がりそうなようにも見えるし、まあ、今のところはこれね、彩覚みたいな感じというか、まあ発色まだね始まってきたばかりですからね。はい、まあてな感じで、もうとりあえずすげえ赤く見えるなんて思ってます。はい、マジカルレッドライト、そうですね、これもかなり赤く見えますね。これはどうだろう、もしかしたら違う蛍光灯を使ってるかもしれないんですけども、まあ、おそらくこっちは確実に白蛍光灯も織り交ぜながらマジカルレッドライトをね使用してますね。はい、そしてまあ翌日改めてまたね撮影したんですけども、いやー、もう本当に赤く見えちゃいます。いや、すごいですね。本当10年20年前はね、上部蛍光灯とか、まあ、水中蛍光灯も10年くらい前はありましたよね。まあ、フィッシュルクスが結構主流だったと思うんですよ。まあ、今はね本当海外とか見ましてもね、LED ライトがめちゃくちゃ発達していて、しかも細いからね、水槽を見るのにもあんまり邪魔にならないみたいな、そういうメリットもねあると思うんですけども、何よりもアロワナをねすごいこうやって赤く見せてくれるっていうんですか、それがね本当にすごいなって思いましたね。今まで最近もなんかいろんな赤い交流ね見てきましたけども、ネットでですよ、その SNS の写真を通して、
すごい赤いアロナ増えたんだなとか思ったけども、まあ、ライトもやっぱ進化してるんだなっていう風には感じましたね。いやもちろんね、ライト使わなくても赤いアロナっていうのは、まあ、世界に全然いるとは思うんですけども、まあやっぱりそれでも希少というか貴重なねアロナだと思うんですけども、まあそういうのをね、まあ、目指したいとか、まあ、思ってねいろいろまあ自分は買ってたりもしますけど、もう本当にねこのライトね、使うとね、あれもそう、もう普通にもうこのライト使ってこう赤く見えるからいいんじゃないかなとか思っちゃったりとかね、あとそれからねもちろんこういうライトも使わずに赤くできたらかっこいいなとかもね思ったり、まあ本当に自分の中でも日によっていろんな考えが生まれるしね、もちろん人それぞれだと思うんですけど、とにかくこのライトはすごい、そこだけは言えるんじゃないかなと思いました。はい、これがねそれですよ。はい、これ多分白蛍光灯なんじゃないですかね。まあ見てください、これが、まあ、まあよく言ってオレンジっていうとこじゃないですか、この色は。でもやっぱり個人的にはこう明るいね、明るい水槽やっぱ好きですけどね、それはこうパーって白い、それがやっぱりね気分の問題ですけどね。はい、まあ本当にこれが白蛍光灯ですよ。はい、まあね本当深い話は置いといて、深い話というか考察はね、まあ本当いろいろそこから考えることいろいろあったんですけども、とりあえず置いといて、もう本当にねうちのスーパーメタリカ、本当にあのスーパーねメタリカなんじゃないかなっていう感じで綺麗に撮れてます。鱗のねこうギラつきもなんか、ね、このマジカルレッドライトだとうまく撮れるんじゃないかなとは思ってたんですけども、まあいい感じに撮れたかなと思ってます。でこちらがね、そうツイッターでねよくねやっぱいろんなライト自分もチェックしてたんですけども、 ASK さんですね、マジカルレッドライトをね輸入して、多分日本用にちょっといじってくれてるのかな、ちょっとそこまで詳しくは分かんないんですけども、まあ、それに合わせてねちょっと自分ヤフオクよくいろいろ見てて、クーポンもね併用して購入させていただきました。もう本当にねまあ他にもいいライトいっぱいあると思うんですけども、まあ、個人的にはこの ASK さんがちょっとツイッターで自分の見た感じだと、なんかすごいなんか研究しながらこのライトをね使っているっていうのはちょっとね個人的にはちょっとそういうの伝わってきたので、あとはなんかやっぱ雰囲気、このライトのうちのスーパーメタリカ合うんじゃないかなっていう気持ちでね購入させていただきました。はい、まあ、ってなわけで動画なんですけどね、まあかなりいいんじゃないでしょうか。まあほんとね海外のその有名な方のインスタの投稿とかもやっぱ見てるんですけども、すごいこうやって赤いなと思ったんですけども、やっぱ海外の方も多分ねこのライこういう系のライトはね、まあ、使ってるんじゃないかなとは思います。まあ特徴なんですけど、やっぱりこのライトの、ね、光り方がやっぱり自分で使ってみて、あ同じような感じだなとか、あとそれからその水槽の奥の方にね LED のその四角いちっちゃい反射の光が同じような形であるとか、あとは光を当てた時にこの光流のこの皮膚の色っていうんですか、大体こんな色になるなとか、そういうのは大体まあ、やっぱり自分でも使ってみてねいろいろ分かることは分かりましたね。まあ、とは言ってもまあ自分のただの考察なんでね、それが合ってるかどうかとか、まあ 100% は分かんないんですけども、まあ、とにかく言えることはこのライトを使うとオレンジのアロナも赤くなって泳ぐということですね。ただねやっぱり LED ライトを横から当てるっていうのはもしかしたらというか、まあ、自分もそうですけども、その結構目、自分その LED ライトの光を見て明るくて目痛くなるみたいなね、そういうのもあるんで、もしかしたらアロナにもねそういうの個体差ありますけどもあるかもしれないんでね、まあ、そういうのはちょっと様子見て使った方がいいんじゃないかなとかは、まあそこは何のライトもそうですけどそれは思いますね。まあてな感じで、まあ白水槽に、まあ、白水槽ってやっぱ選んだ理由、光ね反射して明るくしてくれるんですよ全体的に。これ多分ね底面黒だったら全体的にもっと暗く見えるんじゃないかなとは思うんですけども、はい、まあてな感じでねあれいいですね。ちょっと動画見返したんですけど、ちょっと大きい画面で見るといいですね。ね最新のこの後もいろいろあったんですけども、最新の育成状況というかアロアナの状況とかね、インスタグラム、まあ、ツイッターもそうですけども、まあ、インスタグラムなんか文字数を追っかけるんでね、個人的にはインスタグラム使うことが多いんですけども、まあ本当に最新の状況インスタグラムツイッターにアップしてますんで、よかったらチェックしていただければなと思います。はい、はい、いやもう本当にね
すごくいいライトだなっていうふうに思いました。はい、もうこれがあればアロワナは赤く見せれるというふうに個人的には思ってます。でもやっぱりある程度のね、アロワナの地肌のオレンジ色というか、濃いオレンジとかね、そういうのがないと、まあ、やっぱり綺麗に見せることはできないんじゃないかなとか思ってしまうので、これからもね、日々交流の、仕上げられるように頑張っていきたいなと思いました。というわけで交流用のね、最新の LED ライトを使ってみたの牧でした。